あらら、はい、始まりました。ケイです。今回はポケモンウルトラさん続きからやりましょう。で、前回これ、ホクラネだけのここの試練達成したので、今日はですね、戻っていきます。そう、マリエ庭園の方にね。さて、マリエ庭園到着って、あ、やっぱり、あれだね、サンムーンと同じパーティーだね。クグイが来て。おいおいおい、クグイさんよ。ま、ちょ、なんか、足りられてな。ポケモンリーグを作って、何と作ってんだ ?4 ターンだ。また4だ。4ターンだ。はぁ、あ、どうした、まとめてかかってくるといい。僕もポケモン技の研究家。スピードスターや湧き尽くすことでまとめて倒せるようバトルロイヤルで。嘘でしょ。バトルロイヤルでやるの今回。前1対1とかだった気がするんだけど。博士頑張れ。調子乗りすぎ。スカルダンバトルロイヤルいいよな。一気に3匹もぶっ壊せてよ。来たぜ、みんな大好きグズマさん。かっこいいな、グズマ。僕ね、こういうの好きなんだよね。グズマだ。ボスのお出ましだい。ぶっ壊してもぶっ壊しても手を緩めなくても嫌われるグズマがここにいるぜ。いやー、見直し。スカルダンボスグズマとポケモン博士ククイのカード。よだれもののスペシャルマッチだろ。やっぱりこれあれだな、ククイさん。あんたと俺はお互いにキャプテンになれなかった者同士。あ、これ多分ね、グズマと1対1の勝負だわ、やっぱり。シマキングやキャプテンなんてくだらない連中に代わる新しいものが欲しくなるよな。だがよ、ククイさん。ポケモンリーグはいけないぜ。最強のトレーナーはもう決まってるんだからよ。僕はなれなかったではなく、ならなかったんだ、夢のためにね。ハラさんに勝つため、どの技が強いか探り、やっとたりどり着いた答え。その時ベストの技を選べる、ポケモンとトレーナーのコンビが繰り出す技が最強。なんかさ、まあもうハラさんが最強みたいな言い方だな。グズマ君、君も口だけでなく自慢の技を見せてくれよ。まあ難しいかもしれないけどね。だってケイがいるからね、君もそう思うだろう。ですね。島巡りの挑戦者か。なんかよそ者みたいだけどよ。ケイだ、最近アローラに来てね、発見体験大冒険を楽しんでいるところだよ。ケイが一緒に旅しているモクロウもさぞや強力な技を使うだろう。だからグズマ君、君が最強なら戦えばいい。チッ、技マニアが煽ってくれる。おー、ゼットリングに目がいたか。ゼットパワーリングか。島巡りなんかして何になるんだよ。それを探してんだ、私は放浪者です。何もねえよ、くだらねえよ。まずはククイさん、あんたを壊す前にあんたが大事にしているものを壊す。ははっ、破壊ということが人の形をしているのがこの俺様グズマだぜ。きたってなわけで、スカルダンボスグズマさん勝負していこうか。マジでね、スカルダンの BGM とかね、めちゃくちゃくっちゃにかっこいいのよ。てか、ウルトラサンムーン改めて僕やって思ったんだよ。サンムーンもそうなんだけど、改めてやって思ったのが BGM がマジでかっこいい。あ、そっか、初手具足武者か。なるほどね。こいつ水虫ですね。はい、冥福出します。でだな。え、具足としてレベル36。これツイバムって効果抜群。いや、これリフブレちょっとかましていこうか。出会い頭、何出会い頭、どういうこと。いや、強くね。やばいやばい、ミスったな。待てよ、これ一回バックかな。バック、いやー、待って、ポケモン、いや待てよ、ここで、あ、そうか、具足武者、いや、これサンダースにバックしてもいいかもしんないから、ひとまずここは適当なポケモンの技出しておいて、シェルブレね、オッケー。効果今一つでも落ちますよっと。いや、急所ね、急所に当たっても当たらなくても今のは落ちてた。これちょっと考えがあって、アゾくん出して、はい、よろしく、アゾくん出すでしょ。で、威嚇で攻撃を下げていきます、まずは。で、多分ね、危機回避っていう特性をこうやって持ってます、具足武者は。で、この具足武者危機回避っていうのが、危機回避ってどういうのかっていうと、HP が半分いった時に、別のポケモンと入れ替える、そういう技ですね。技というか特性というか。いいね、素晴らしい、アゾくん。天才です。妖怪液を出して、どれくらい入るのかな、これ。多分そんな入らないと思うけど。あ、でもいいダメージ入ったんじゃない。はい、麻痺しておる。で、ここで噛み砕く。ここで噛み砕くなんですね。はい。多分ね、噛み砕くの方がね、威力がね、いや、どっちもどっちだったかな。はい、危機回避でこれでやつが来る。いや、こいつがね、これ、あれ？ピピピピ！アメモース？あ、そっか、アメモースも威嚇か。なるほどね。で、こいつ、そうだな。これもヘビにらみで、ひとまず麻痺させていきます。いや、そし、やばくね？いや、耐える。いや、ワンチャン上取れない。あー、マジかよ！何ひるんでんだよ！なしかたね、アゾウくん。ありがとうな。よくやった。お前よりよく戦った。電気ショック！多分上取れるでしょ。よし。ワンチャン落ちないか、これ。やばい。待って。耐えろ。これ耐えて。耐えろ。よし、余裕で耐える。で、素早さ下がったね。いいよ。素早さ下がっても多分麻痺しとるから上は取れるはず。よし！アメモス落ちたかな？いや、まだ落ちてないか。落ちろ。よし！偉すぎ、マジで！で、最後、ぐっすぐましたね。あぶねえ。正直もう諦めようかなって若干思ってた。実はね。オッケー、いいよ。ザチナオくん、センサー向けネジ。で、この愚色虫、愚色虫、愚色虫はそのまま行きましょうか。
お前マジかっこいいんだけどな。ちょっとかっこよすぎるんだけど強すぎる。で、麻痺しとるから、多分上取れる。はい、行くぜ。何帰ろ。何このバカげた急所はやめてくれ、マジでな。いや、これちょっと回復させないとさすがにまずいな。回復させていきますけども。電気ショック！いけ。どうだ？あ、危ない耐える。テーブル耐える。いや、マジで。頼む！よし！じゃあな、グソ組みした。あぶねえ！ついんだよ！デズマー！何やってるんだ！っていうのをね、またこのセリフを言うときが来たのか。ケイだったか。壊しがいのあるやつとして胸に刻んでおくぞ。どけやがれ。ふん。いや、かっこいいな、グズマ。あれ？ハウ？お前、ハウかよ。え、なんで知っとるの？なんでグズマ知っとるの？グズマさん、え？え、なになになに？どういうつながりだい？島キングの孫だからってよ、島巡りをすることはないんだぜ。こなしたって欲しいものが手に入るとは限らねえからよ。え？ハウ、お前、どういう関係なの、グズマと。え、その伏線なかったけど、ムーンやったとき。ケイ。いい技だったぜ。魂が震えたよ。そうだ、大事なものを忘れて、うん、待って、これ、多分 Z パワーだよね。モクロ、その進化系じゃ、ジライパーに僕進化させないんだよね。ごめんな。ところでケイ、君が持ってる含め、マーレインからだろ？僕からロイヤルマスクに返すから預かっておこう。もうね、私がロイヤルマスクですよって言ってる感じなんだよね。ハウも見てたんだね。え、うん！ケイの勝負、すごかったね。ハウが島巡りで見つけるもの、いつかグズマに分かるといいね。そういえば、リーリーはどうしてるんだっけ？います！ハウの伏線がちょっとさ、よくわからないんだけど、何？博士もケイさんもスカルダンとやり合うなんて怖い人たちだと聞きますから、私心配になります。うわっはっは、そうかい？技をぶつけ合えば相手がどんなトレーナーでもすぐに分かり合えるけどね。勝負した相手はね、友達みたいな感じだな。はい、その時を生み出さないとね。ケイもハウも島巡りの試練をこなして鍛えてくれよ。ハウ、お前の秘密を教えてくれ。ケイさんもハウさんも無理しないでくださいね。アセロラ。え、次、アセロラの試練だっけ？ケイ、マネの試練達成すごい。次の試練は11番道路を越えてカップの村に行くんだよ。11番道路が分からなかったらおまわりさんを探すといいよ。じゃあ、リーリーちゃん、買い出しに付き合って。俺さ、いや、ハウちょっと教えてくれよ。グズマとの関係を。まあ、教えてくれないんだ。じゃあ、出ようか。よし、11番道路到着と、いっぱい敵じゃねえ奴がいる。バックパッカーじゃない、山男だ、こいつらは。え、なにロトム、トレーナーもたくさんいると、お小遣いを稼ぐチャンスだと、なんだそれ。え、お役に立つのと、急に何？なんか、オーラが、スーパーサイジンか、勝負の後にもらえる賞金が増えた。あ、なんか急に増えたな。さあ、着いたかなと、ここに旗がついてる。島巡りの奴隷さん、それではあなたがもちろん Z クレス、あ、これ開けてくれるんだね。私、Z クレスタル持っとるから、いけるよね。お、黄色く眩しい電気セット。それではミニゲートを開けましょう。進んだ先で。来た、ゴーストタイプ。今日はここの試練まで行っちゃおうぜ。Thank you！ じゃあ、12番道路かなって書いてあるもんで、ね。てか、ロトムの右のメーター何？ 12 番道路。え？何？あー、そっか、このイベントあったわ。で、バンバドロ乗せてくれるやつでしょ。ハプーが来て、ほらね。おー、いけいー。まあ、別にバンバドロに乗らなくても行ける気がするんだけどね。頑張って自力で行けば。出会えてよかった。探しておったのじゃ。裏裏を巡るならバンバドロに乗れた方がいい。遠慮するな。あー、彼ねとお礼だ。で、これでバンバドロに乗れると。Thank you。マリエで出会った時に登録できればよかったのだか。リーリーが綺麗で驚いての。すっかり忘れておったのだ。決してそなたが困っているタイミングを見ていたのではないぞ。絶対待っていたよな。そなた、ウルトラ調査隊を知っておるのかの？よく会うよ。めちゃくちゃよく会う。何やら問題を抱えておって調査しているのだろう。困っていれば助け合うのがアローラの人やポケモンだからな。いや、多分敵だと思うんだよね。わかんないけど。ちょっと、ウルトラムーンやったとはいえね、ストーリーマジで覚えとらんからね、僕。はい、ドスドスドスと行くぜ。お、13番道路到着。タスタスタスと。でね、さっきのメーター何かわかったわ。ケイ、どうした？ポケモン勝負か？ただし、ここ勝負じゃなかったか？いや、勝負か。なんとか試練こなすと少しは、またこれ勝負でしょ？え、何？あ、元気の、お、満タンの癖。いや、元気の塊が欲しいんだよね、満タンの癖。お、軽く見られていいならせいぜい騒がしくしてな。グラジオ、久しぶりだな。わー、出た！あのメーターはね、あれだと僕今さ、経験値じゃなくてお金もらえる量が増えとるから、ね、姉のメーターだった。ふっ、コスモックそのものは強くないポケモンだ。だがあいつはとんでもないポケモンを呼び越せない。何かあればアローラに最悪が訪れるぞ。最悪ってひどいこと？じゃあどうすればいいの？コスモックを知っているなら守ってやれ。曲がりなりもスカルダの用心棒をしているが、これだけはアドバイスしてやる。コスモックだけは守れ。じゃあな、グラジオ。なんか、こういう服装のね、友達でね、僕こういう服装の友達いるんだよね。コスモックの存在はどこで知ったというのだ？あ、どういうこと？それにどこ行くの？ふん、お前らには関係ねえ。コスモックを探しているってリーリエどうなるの？って、よくわからないけど、リーリエとコスモックを守ればいいんだね。よし、次の試練もこなして、パートナーと俺を汚なきゃ。グズマさんにあんなこと言われたけどさ、俺、しまう。だからそのさ、グズマとの関係を知りたいんだよね、僕。多分これね、後々わかるんだよ。さて、13番道路出る感じになるのか。てか、それだったらこれ14番道路？あ、カプの村か、ここ。カプの村到着。お、
あ、ここね、チャンピオンロードというかね、ポケモンリーグのところなんだよね、これ。ケイ、ケイ、キャプテンのいるエーテルハウスはもうすぐだって。とか、エーテルハウスに先行かなきゃいけないんだ。ランナキラマウンテンとポケモンリーグできる場所だよ、そこ。遠い地方にあるポケモンリーグには、四天王と呼ばれる、めちゃくちゃ強いトレーナーが4人いるんだって。まあ、あれなんだよね、さっきにさ、これ、ウルトラスさんじゃなくて、サンムーンの時に、もうここチャンピオンの、ランナキラマウンテンのやつ、作ったのに、ウルトラサンムーンでまた作り直すってね。あ、アローラだよ。また来た。今度は目閉じとるし。こえー、こいつら人じゃないっぽいんだよね。ここがカップの裏か。詳しく調査しないとな。俺らに残された資料では大昔ネクロズマは光を求めアローラに訪れ、カップたちとここで戦ったという。その時空に開いたウルトラホールから降り注いだ光がポケモンの技を Z 技に変化させたのではと推測がなされていると。俺らの専属は欲張り、ネクロズマの光を全てコントロールしようとした。だが結果はどうだったか。ネクロズマを傷つけ体の一部が欠けたため、暴れ狂ったネクロズマにあらゆる光を奪われた。だからね、ご先祖様が作ったメガロタワー、何メガロタワーって、ネクロズマを抑えているの。それも限界に近い。ネクロズマは飢えている。だからこそネクロズマを倒す方法も、あ、ネクロズマを倒すために君たち来たの？ポケモン勝負が始めたばかりの俺らでネクロズマを倒すのは難易度の高いミッションだな。ネクロズマを倒さなきゃいけないんだな。なるほど。それでお前らがここに来たんだね。なんだかよくわからないけど、ウルトラ調査隊って後がない状況なんだね。ネクロズマも含めてみんな笑顔になればいいのにな。ねえ、ケイ。はい、15番水道のここがね、エーテルハウスです。まあ、これはね、特に変わりはないね。サンムーンの時とね。まあ、よかったら、ムーンの実況もやってるので、ぜひご覧ください。やるユータンがね、見張りしとるんだよね、ここに。オーケー、エーテルハウスだね。そうだね。あ、ちびっこ来た、ヤングス。知らない奴ら出てけ、お前らの来る場所じゃない。ポケモン勝負、あ、そっか、ガキンちょっとした勝負しなくちゃいけねえんだ。エンジ弱すぎだ。子供にしてはよく頑張ってよ。うん、まあ、確かにな。エレキッドしっかり持っていてな。手持ちポケモンはね、変わらずだったね。キュー、ただいま、アセロラ姉ちゃん帰ってきたぞ。みんなのママだな。もう、仲良くなってる。あのね、買い出しも終わったから、痛いほど仲がいいのか。あれ、リーリエは、そういえばリーリエいないね。リーリエちゃん、ハプーちゃん、ハプーと一緒になんだ。いつ、ハプーと一緒になったんだ。それまで、ね、試練しちゃえば。そう、アセロラキャプテンなの。てか、そっか、アセロラの試練ね、めちゃくちゃ怖いのよ。お、リーリエ、何をするんです。やめてください。あ、そっか、だってよ、お前のバッグ動いたじゃん。何入ってるか気になるじゃん。珍しいポケモンなら奪ってお小遣い稼ぎしたいよ。珍しくないポケモンでもちょいお小遣いしたいしよう。怖え、怖え、怖え、怖え。やめな、スカルダン。私が勝負してあげる。ケイさん、これ女の子を守るトレーナーというパターンだな。そんなかっこいい真似させるか。と言っても今回女の子なんだけどね。愛しのスリープを見たら満足しちゃったじゃん。あばよ、僕愛しじゃねえんだよ。怖えんだよ。ペン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 ってもうトラウマだから。ケイさん、ありがとうございます。トレーナー気分を味わいたくて歩いていたんです。ハプーさんとお別れして、そしたら、星雲ちゃんがバックから出ようとしちゃって、ほら、あなたもケイさんにお礼を。私からはこちらを、島巡りに役立てば嬉しいのですが、何くれるんだい？ゴージャスボール。ごめん、リーレイからもらったゴージャスボール、売っちゃいまーす。僕、モンスティーボールしか使わないからね。買い出しで見つけてつい、買い出しで見つけてついのね、ノリで5個買うってやばいよね。あ、リーリエちゃん、リーリエ超金持ち。あれ、なんだかくたびれてる。エーテルハウスで休むといいよ。はい、アセロラさん、お言葉に甘えますね。ケイ、アセロラの試練はカプの村から行くんだよ。ついてきて。よっしゃ、行くか、アセロラの試練のところまでな。ピッコピッコと歩いてね。さあ、来たぜ。14番道路を進めば、試練の場所の跡地はすぐだよ。オッケー、14番道路へ。いざ。いや、もうマジでここのね、教えてくれたんだけど、動画ね、生配信で教えてもらったんだけど、あのシール。そう、このね、アセロラ倒した、おう。そう、アセロラ倒した後にさ、あのね、あ、おじさんいるわ。アセロラ倒した後にね、あ、はい。あのね、ミミッキュがいるっていうね、教えてもらったんだよね。それまたね、ちゃんと動画で今回見ようか。生配信で一応確認したんだけどね。さあ、では、アセロラさん、行きましょうか。勝負だ。キー、いよいよだよ。では、どんな試練か説明しますと、ゴーストタイプのボタン。で、これあれだよ、ポケファインダーで撮影と、これはね、ムーンと一緒だね。で、ポケファインダーで、ロトロもゴーストタイプのポケモンと、で、これをこうしてと、試練の撮影モードを使えるようにしたよ。跡地にいる間は戦闘モードだからよろしくと。オッケー。じゃあ、試練開始しましょうか。試練、スタートだ。いや、これマジ怖えんだよな。きっと、怖え。まあもうついにこの時来たから、試練開始。今ね、僕ね、もうめちゃんこに熱い空気の中いるんだよね。クーラーも扇風機も何もつけていない。もう部屋も閉めっぱなしのところにいるんだけど、もうね、これを見てね、ちょっと涼しくなろうと、ベルトコンベアがなぜか動き出した。これを見てね、僕も涼しくなろうかなと。オッケー、ポケファインダー起動。でこれね、さすがにわかる。ゴーストがなんかいた気がするんだよ。上だったっけ。ほらね、いた。バシで勝負していくと。よし、オッケーって。でピカチュウがいる。ピカチュウがね、いるんだよね。さあ、で次、ん、次なんだっけ。あ、そう、カゴだ、カゴだ。これは多分変わっとらんのよね。で、ここがね、あ、ネタバレになるからあまり言わないでいくんだけど、はい、ポケファインダー起動で、で、これもね、上をスーッと、あ、来た。よし、オッケー、で、ピカチュウが現れる。来た。いや、ここマジ怖いんだよ、これ。
急に浮くんだよね、これ。でね、これ何が怖いかっていうと、あのね、ちょっとよく見といてほしいんだね。はい、ポケファインダー起動するじゃないですか。で、これ何がやばいかっていうと、僕はね、僕はこれのね、このミルティーがマジ怖いと思うんだよ、これミルタンク。あ、いた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 ！はい、ゲンガー。はい、ゲンガーなんですね。オッケーで倒してる！ザッ！ピカチュウがいるんだよ。てかさ、ギャラドス無双が半端、アセロラいるんだけど、なんで？待って怖すぎなんだけど君、誰？何？怖いんだけど、そんなのどうだっていいよ。試練は終わり。早くここから出て行ってよ。ちょっと待って、やばい。鳥肌がやばすぎる。怖すぎる、これ。何？違うんだけど、この奥は危険。試練なんて、やめて、出て行きなよ。試練を続ける。やばい。出て行けって。待って、怖すぎる。出て行かないよ。出て行け。やばい。怖いんだけど。やばいって。鳥肌半端ないって。こんなんなの？ウルトラムーンやったけど、全然覚えとらんけど。やばい、怖すぎる。出て行け、怖すぎる。怖すぎるって、これは。これのことか。あの時の、消えたんだけど。あの時生配信で出て行けっていうのを教えてくれたの。何もしていないのにドアの鍵が開いた。怖すぎる、これ。どこからか視線を感じるポケファインダーが勝手に起動した。これね、わかる、どこか。これ多分、これオフにしたら、僕、スティックでできるんだよね。これ初めて知ったんだけど、スティックでできる。ほら、これ、あれ？でも壁紙とかの代わりはね、サンムーンの時と変わっとらん。でも、こんなにピカチュウばっか、いや、これはこんなだった。で、ピカチュウがいて、そして、ここにいるのは、でっけえ！びっくりした、びっくりするぜ、いつもこれ。さあ、ミミッキュ。ちょっと、怖いって、怖い見た？てなわけで、皆さん来ました。みんな大好物、ミミッキュ！で、こいつ、もう怖すぎる、マジで。で、何のステータスが上がる、これ。特防か？能力が上がった。何の能力が上がったんだ？まずこれ、化けの皮を剥がさないといけないので、最初の一発目は敵の技でも打っときまして、25レベルか、レベル高っけーな。え？攻撃、防御、特攻、特防、素早さ、すべて上がっとるんですよ。なるほどね。まあ、でもこれ、辻切り連打でいけるんじゃないかな。じゃれつく。やばくね？やばくね？待って。それはやばい。じゃれつくはまずい。待って。待って、これワンチャンもしかして、冥福先手取れたりしない？冥福。いや、でも上取れねえよな。素早さも上がっとるし。で、仲間呼びで何来る？あの時何来たか忘れたんだけど、あの時確かゴーストが来たんだ。今回は？ジュペッタ！ジュペッタが来ましたね。で、これ怪しい風打つんですけど、ひとまずミミッキの化けの皮を剥がさない限りは、ミミッキに攻撃が通りません。はい。いや、これまず、じゃれつく、やばい。待って、耐えて。やばいぞ、これ。呪い！やばい。呪いかけられてしまった。はい。呪いかけて、怪しい風。オッケー、これでまずミミッキの化けの皮を剥がします。見といてよ。化けの皮。そして、これ可愛いよね。僕ね、めちゃめちゃ使ってたね、当時。で、これ呪いでダメージ入って落ちる。冥福ありがとう。あ、呪われ耐える。でもさすがに上は取れないので、ミミッキとりあえず適当に。まあ、さすがに上取れないので、これね。あとはミミッキをなんとかして倒さないといけないんだけど、これね、ギャラドス、いやね、これジャレツクが半端すぎる、マジで。ジャレツクが強すぎるんだけど、ジュペッタ騙し打ち聞きませんってか、いないんだけどね。まあ、これでギャラでしょう。ギャラ出して、これ先生の爪発動するかなんだよね。一角で攻撃をダブルで下げていく。ミッキとジュペッタの攻撃を下げる。で、これでひとまず攻撃ステータスは通常になった。で、はい。これ噛みつくですね。はい。睨みつけるはね、効かないので、相手ゴーストだからね。いや、これ、上取れるかな？先生の爪。やべえ！耐えろ。あ、さすがにギャラは耐えるわ。騙し打ち耐える。絶対耐えるでしょ、騙し打ち。オッケー！で、噛みつく。どれぐらい耐える？あれ？効果抜群じゃなかったっけ？あれ？あれ？これ、あれ？なんか僕、勘違いしとる気がする、これ。ジュペッタ。落とされるからもういいや。マジか。あれ？なんか僕がちょっと、多分勘違いしとるやつだ。はい、落とされる。じゃあどうしよう。え？ミミッキュってゴーストでしょ？あれ？鬼に効きません。じゃあ、いや、これ、いや、アゾウくんでいいや。じゃあ、ジュペッタ倒したらダメだな。なんでかっていうと、ジュペッタ先倒した場合、またミミッキュが仲間呼びで別のポケモン呼んでくるから、それはちょっと嫌だ。
やばい、あのね、呪いでね、やつ倒れちゃったんだよね。何これ、やべえ、マジでマジか。いや、これミミッキ落ちるかな。先生の爪発動してくんねえかな、マジで。ギャラ頼む、先生の爪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 、来い。よし、これよ、こういう時に当ててくるんですよ。ありがとう。じゃあな、ミミッキ多分落ちる。よし、ナイスキーショ。オッケー、あとはブルンゲルやるだけだ。ブルンゲルの弱点は、こいつ水ゴーストかな。だから電気と悪とって感じ。恨み、電気悪だから多分いけるはず。アクアテール4つ削っても全然大丈夫。もうアクアテール打つ気ないから噛みつくです。ここからはもうブルンゲルだけ狙うだけでいいからな。で、ブルンゲルだから、あとね、こっちはね、サンダースもいるからね。まあサンダースはあれなんだけど、恨みで、これで噛みつくの PP も減らしてきやがったが、しかしブルンゲルよりギャラの方が S は早いです。はい、じゃあな、噛みつけ。はい、こういう時に終わらせていくんです。どうもブルンゲル、オッケー。ちなみにね、ミミッキはですね、攻撃5段階下げました。実質ですね、攻撃1段階上がっていた状態なので、攻撃6段階下げたってことになりますね。はい、それぐらい威嚇という特性は最強です。はい、ミミッキ姿消しました。ポケファインダーに写真が1枚増えてる。なるほどね、ミミッキがぼんやりと映ったと。さあ出ますよ。いや、これムーンの時は夜だったからちょっと怖かったけど、明るいからね。で、確かね、この辺、あ、違う、ここのね、後ろの網網だったの。ここじゃねえんだよ。おかえりさ、ケイ、早速写真確認ね。どれどれ？あなたいたんだけど、怖すぎるんですけど。あの子、うまく撮影するの難しいのにすごい。では、これで、ゴースト Z かな？来た！ということで、ゴースト Z をクリスタル、ゲッチング！いや、綺麗だよね、紫色。僕の好きな色がね、緑と紫なんだけど、紫色のこういうね、透明の角が欲しいなとちょっと思います。そして、シレットセイン、プルンプルパン。で、確かこの後だったね、Z クリスタルゲットしたと。で、Z パワーを使うならこんな感じと。まぁ、ちょっとこれ恥ずかしいんだよね。でも、アセロラがやるから可愛いんだよな、これな。で、確かこの後かな、ポケモン捕まえて OK ですと。で、ここのポケモンは別に捕まえる気はありません。ダークボール10個、アセロラからセックルもらうんだけど、これは僕はモンスティーボールしか使わないから、売ります。ボスタイプのポケモンが仲間にいるといいよ。さあ、来た！あ、ここか？この後だ、この後。よく見といてね。柵のところ、多分いるよ。いるかな？あれ？え？中にアセロラがいて奥の部屋に、あったって。もう OK 言ってば、私を驚かせようとして。でもバレバレ。だってアセロラはここにいたし、跡地の奥に部屋は、ないもの。アセロラいたんだけど、だってここ、この木の、え？あれ？あ、違う、この後かな？あれ？なんだか冷えてきた。で、そんなわけないか。この後ろだったっけ？主人公のところ。ほら網のところ。はい、ここですよ。これね、みんなに教えてもらったんだよ。生放送の時。みんな教えてくれてありがとう。そしたらですね、今回は、こんな感じで終わりにしましょう。こんなところで終わるの怖いんだけど、次回ですね、この続きからやっていきたいと思いますので、ぜひご覧ください。ではね、めちゃくちゃ鳥肌立った今回。やっぱね、サンとムーンとね、ウルトラサンムーンはちょっと違うんだね、若干ね。改めて分かりました。ということで、今回こんな感じで終わりにしたいと思います。では、以上 OK でした。また次回の動画もご覧ください。では、バイバイ！生放送もよろしく！